最後の PK のシーンというのは選手たちのこう勝ち点1でももぎ取ろうという気持ちをしっかりこう感じることができた展開だったかと思いますが、まずこの90分どのように振り返られますか？いや、3取りたかったですし、はい、先制取れた展開の中で少しゲームコントロール難しくしまったなというところありましたけども、ただまあ最後のところというか後半のところは選手たちがやはり鹿島らしさを取り戻してきたなというところを感じられたので、はい、そうですね、頑張ったと思います。非常にいい入りをされた中で先制されて、その後そのゲームコントロール難しくなった要因というのは監督はどのようにご覧になっていらっしゃったんでしょうか？いや、まあ湘南はそういう戦いを選んできますし、特に今日はさらにそれを選んできたというところでかなり多くの展開にさせてしまって、特に1-1になった後の2点目は持てなかったですね。あのまま前半を終わらせたかったんですけども、まあ湘南の勢いが勝ったということじゃないですか。1点ビハインドの中後半に入りました。このあたりこう点を取るためには選手たちにはどんな指示を出されたんでしょうか？まずは慌てないということ、つまりオープンな展開しないということですね。オープン展開せずに 1-2 のままでも時間が後になればなるほど自分たちのペースになっていってチャンスを作れるというところで落ち着かせるところから入りました。当然勝ち点3が欲しかったのはもう本当に当然なんですが、この勝ち点1というのをどのようにつなげていきたいとお考えでしょうか？まだ可能性あるのでどんどん勝っていくだけですし、まあ、アウェーでの勝ち点1というのは決して特にこういう相手に対しては悪い結果でもないので、次ホームに帰って2試合またホームが続くので、まあ、今後勝って優勝を伝えたいと思います。ありがとうございました。はい、